こんにちは、こんばんは。まあ、ご飯食べてるよ。何食べてんの？こんばんは、こんばんは。ツイッターかわいい、ありがとう。お疲れさん、お疲れさんです。今日はこれなんだっけ、どこのだっけな、名前忘れちゃった。え、待って、名前どう忘れした。新しいグラスを買ったので、これを使って飲みながら配信したいと思います。まなちゃんありがとう、ハート。これね、この間まこにゃんとまこちゃんと新宿で遊んでた時に見つけて、なんか可愛いなって思って、グラスをコップを買いました。お家で飲む用のやつ。中は水です。中は水ですよ。ヤミスさんありがとう。今日はなんと暇すぎて、なんかもう何ヶ月ぶりか分かんないぐらいに、なんかもうずっと家にいました。今日何もなくて、なんか今日案件ある子多くて、みんななんかみんな忙しそうだったけど、なんか私めっちゃ暇だったから、なんか久々にちょっと最近公園ばっかで掃除ができてなかったので、お家の至る所を掃除して、今とってもピッカピカです。マグナムさんありがとう。今日は本当に何もなかった。神鉄さんありがとうございます。そうだから、あと料理をしたので、作り置きみたいなのをしたので、あのモバメに今日乗せようかな。シー君ありがとう。アイス、そっち雨だったの。そう雨だったの。そう本当はね、なんかそう今日洗濯もしたから干そうと思ったら雨降ってびっくりした。ランボさんありがとうございます。今日はかぼちゃを使って、なんかでも超簡単、なんか本当に凝った料理は作らないです。あとこの間作り置きしたやつとかもあったので、作り置きシリーズを今日もバメに載せようかなと思ってます。久々に本当になんかゆっくりできた。じゃあ今日は暇ということで、
問コーナーをしたいと思います。イエーイよかったら質問をコメントで送ってください。マーコパンさん、さくらありがとう。あ、そう、お米もあるから、じゃあお米も乗せるね。お米乗せたとこで何って感じ。福祉会楽しいですよ。好きな服のブランドは、そうですね、韓国の1何キログラムとかすごい見てて可愛い。あとエブリンとかナイスクラップとかイングとかメリージェニーとか、かな。大学では何を学んでるんですか？メディア系かな。メディア系でも心理学もちょっとやったりするします。うん、なんだろう、いろいろやる。ゼミではなんか CM 分析したりとか、うん、してます。あ、出版系とか、うん、新聞とかもそうかな。なんかいろいろやります。うん、服の柄何？猫。猫です。あ、よくみんながつけてるやつつけよう。私もちょっと前までよくみんながつけてたやつ。前髪が目にかかった。何これ、何これ、髪が終わった。はい、イングの2はどこに行ってるんですか？それな、あ、質問コーナーってここテロップに。それな、なんか新野さんはなんか私がイングのバッグずっと持ち歩いてたら、ずっとイングにイングに言ってて違うからみたいな、え、そんなブランド見たことないよって言われたんですけど、普通にマルキュー入って一番見えるとこにあるしって言いました。はじめまして、福岡から見てます。ありがとうございます。この間福岡行きました。初見ありがとうございます。SK48 のキャノンティーこと石川かのんです。似合う、ありがとう。デコ出し別に平気ですよ。タイガーマスクさんありがとう。バラバラ
まなかさん、花束3つありがとうございます。それ耳が動くやつ、そう。先輩と誰かと仲良くなった。ナルピーさんとか、ネガイさんとか、ラブリーさんとかかな。なんかあんま私人に話しかけないから、そんな、あんまいないかな。そのぐらいかな。ハレット見に行きます。え、行きたい。どうせさ、大学とかあるし、関東いるし、普通に行きたい。え、今日とか暇だったから、あ、え、待って、いつやってるんだ。あ、明日から日曜まで。へえ、全然いけるけど、行っていいのかな。どうなんだ、全然いける。なんか友達誘って行きたいぐらいだ一人で行くの寂しい。昔の音楽は好きですか？昔の音楽ってどういう音楽だ？どういう系？私、高校までクラシックしか聴いてなかったんですよ。なんか、まあ、高校は私軽音楽部に入ったので、結構そこからはバンドとか聴くようになったんですけど、なんかそれまでは本当にクラシックバレエやって、ピアノやって、吹奏楽部でオーケストラとか見に行ってたので、コンサートとかだから、本当になんかね、おーちゃんピアノ教室でなんか、クラシック以外知らなかったあんま流行りのなんかね、 J-POP とかもよく知らなかったし、ナンバさん、桜ありがとうございます。あ、ビートルズとかね。なるほどね。ビートルズでも高校のそれこそ軽音楽部の顧問の先生がよくビートルズ歌いながら、あのギターで弾き語りしてましたバレエやってた人って流行りあまり知らない、あれあれなの。そうなんだ。クラシックは割と分かりますよ。あ、でもなんか曲分かるけど題名分かんないとかは全然ある。曲聴けば分かるっていう感じ。
んの歌聞きたい。え、歌いたい。歌って、あー待って、でもさ、なんか決まってた気がする。歌っていいやつ、カラオケ配信だと。あ、カラオケじゃなかった、なんでもいいのかな、ダメなのかな、わかんない。先輩とかどうしてんだろう。ね、弾き語りとかしたいけど、していいのかな。カノン、わかるわかるよ、もちろん。若く見える、ありがとうございます。軽音ではコピーとかしてましたよ。あ、そのピコピコ欲しい。だってやだ、あのさ、明日暇じゃないの。明後日か、明日か明後日。須田会についてどう思いますか。須田会の方々みんな好きです。そう、なんか須田さん好きなんですけど、須田会の方々もみんななんか私好きなんですよ。普通に好きだから、なんか好きって思った人が、先輩とかが須田会入ってたりしたから、須田会の入ってる方々はなんかみんな私が好きなタイプなのかもしれません。左方向にほくろ、星座みたい。ほくろに見せかけたニキビ。そう、ピオスさん毎回好きって言ってるじゃないですか。ゆうかたんさんも好きだし、伊田さんは最近ね、公演で一緒になって、その次の日もバックダンサーでお会いしたし、え、なんか普通に伊田さん、私がよくやってるポジションやられてたので、すごい参考にしてるし、はい、尊敬してるし。野田垣さんも大好き。野田垣さん良くないですか。野田垣さんめっちゃ可愛くないですか。あんな真っ白な肌が欲しい。優しいし可愛いし。押したい。私もラーメン一緒に飲みに行きたいです。待って、新野さん行けないじゃん。そしたらもう、もういつまでも行けないね。どうする、どうする。どうします、新野さん。いつまでもご飯にも行けない。私唯一ショールーム SKE 入る前から野田垣さんのだけ見てたんですよ。てかオーディション期間中かな、なんか先輩どんな感じでやってるんだろうって見たのがたまたま野田垣さんで、なんかその後もね、何回も見に行ってました。そう、私もいい子飼ってた。須田さんとは、あれですよね、ラグーナのリハの時に
松田さんと一緒に写真を撮っていただきました。インコ喋る、あーなんかね教えてましたよ。もういないけど、なんか普通に自己紹介とか教えてました。なんかあと普通にただいまお帰りとかも、おはようとかも言ってました。なんかよく日向ぼっこさせてたんですよ、洗濯物と一緒に吊るしてて鳥かごを。なんか一人でずっと外でピュッなんか言ってました。はよはよとか。子供の頃ニワトリ飼って、ニワトリ飼ってたのすごっ。それこそすごい。朝起きれそう。りあきさんありがとう。アヒル飼ってた。だってすごっ。一人暮らし始めてからすごい周りの影響で猫飼いたくなった。ねえサーヤとかまこちゃんとかかいにゃんとかの影響もあってすごいね猫飼いたい。そう、私猫っぽいってめっちゃ言われる。なんかもうそれはね昔から言われる。あ、髪が短くなった赤井さんとは戻ってないです。みやまるさんの幼稚園来た。体は柔らかい方です。多分普通の人よりか。世話しながら通り過ぎます。通り過ぎないでください。ウサギはどうですか。ウサギ、ウサギはどう。でもどっちかというと猫、猫型人間なので。ウサギ、あ、なんか待ってよ、ツヨシじゃないかと思う。もしかして一人暮らし寂しくないですよ全然。一人好きだし全然寂しくない。なんかむしろお家とかでなんか今ご飯食べなきゃいけないとかやることあるのに、それをあ今これや終わらせたいのにっていう時に急にご飯とか入るとなんか嫌なんですよ。自分のタイミングでやりたいし一人好きだし、全然いい。長いの観光地とか行った。行ってない。行きたい、めっちゃ行きたい。なんかあれ行きたい、なんだっけ、なんか海みたいなとこにさ、なんか四角いのあってさ、めっちゃインスタ映えみたいな、なんて言うんだろう、わかんない、なんかわかんないけど行きたいとこあります。
昨日の公演におさえちゃんが休演になってショックだったねえ。でもナルピーさんすごいですよね。おさえに大丈夫って連絡したら今帰ってきた。 SK 気になったきっかけとかありますか。なんだろうね。あ、でも柴田彩さんの影響も強いかな。あ、そう、そこ何なん、さに久しいに島なんて読むんだろう。のこじゃ町は登った、登ってないです。佐久島、へえ、佐久島行ってみたいの。佐久島行ってみたい。あ、ちなみに皆さん知ってましたか、キャノンティーのよく あるあるなんですけど、キャノンティーの正式名称は T の後に棒はつかないんですよ。読み方は T って伸ばすけど書き方はキャノンティーなんです。待って、あと3分で終わっちゃって。キャさん、ヤッホン。佐久島行きたいけど遠そう。映画アイドル見ましたか。あー、なんかネットフリックスかなんかで見た気がする。ミカエビーブン出ますか。出ます。なんでそうなったの、なんかね、高校中学ぐらいの頃からキャノンティーは使ってます。メンバーで彼女にするなら、難しい。メンバーで彼女にするなら、待って、ちょっと一旦考えさせてください。今日足食べてないや。誰だろう、メンバーで彼女にするんだろう。めっちゃ迷う。それはちょっと難しいです。迷います。はい、ランキング読みます突然13位サク2さん、サク2さん、12位アサマックさん、11位ナイアマジェスティックユカさん、10位神鉄さん、9位マグナムさん、8位黒い服さん、7位アンキューさん、6位モナカさん、5位ヤマさん、4位しまかぜさん、3位てつみやさん、2位ランボさん、1位マーコポンさんです。ありがとうございます。突然の終わり。違う、時間っぽいからさ。あ、ルーさんいいの。ルーさんとかだったらもう
死んじゃう、幸せすぎて。はい、ということで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ちょっとね、今日はお家なので、今日何もやってないから、掃除と料理以外。もう一回モバメ送ってなんか踊りたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。痛くない。